アジア。アジア。お、え、サイズアップ。サイズアップ。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。釣り釣り天国メンバーの佐藤と、ケイジと、海谷でございます。で、この今日は3人で、しずきの一文字に渡りたいと思います。パチ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 あ、そうや、その前に登録者が200人を超えました。ありがとうございます。あざっすということで今日は、もうラストチャンスアジング、はい、アジの逆襲、はい、頑張っていきたいと思う。怒りの、え、何やったっけ、怒りの尺アジ、怒りの尺アジっていう今日題名で、まあなってるかどうかわかんないですけど頑張っていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。釣り釣り天国。うん、9時半、ケツ9時半。嘘。ほんまや。これはちょっと恥ずかしい。いや、いいじゃないですか。え、何で釣ったんですか。男のジグザグ。男の中の男。結構いいじゃん。レンちゃん。レンちゃん。あのジグサビキをドリフトさして。え、何の講釈それ。いいっすね。楽しい。楽しいっすね。そうそう。釣ってなんぼやからね。え。ってなんぼの世界。あ、ジグにもかかってます。なんなんこの人って。楽しそうやな。生きててよかった。はい。そしたらアジングの軸端やっていきますよ。軸端はですね、なんといっても棚が重要です。さあ今カウントで25のとこでやってみます。ここをね、こうずっとレンジをキープしつつやると、いいんですけども、まずめの味っていうのは、どっちかというとこう捕食するタイプが多いと思うんで、当たりがなかったんで30にします。
当たりましたね。当たるね。乗らんね。今のは追い食いですね。一回食い損ねたけど、もう一回二回目で乗りました。アジでございます。あ、これはもうあれですね、おそらくもう網パターンですね。イエース。あー、来ましたよ。さっきよりサイズいいんじゃない？これ。スレです。そうでもない。スレ。スレちゅうことはやっぱ食いに来とるね、これね。いや、これまだ言うまずいパターンやな、これ食いに来とるね。サイズが上がらん。ました。小さいですね。アジ。このサイズばっかり。アジア。お、え、サイズアップ。しゃー。オッケー、いいサイズ。尺いってない。いってないな。サイズ測る？はい。いってない。いってないな。尺チャレンジいってみますか。あ、ない。見た。うわ。29やな。29。ナイス。入る？入る？それ。さあ帰りましょうか。今帰りなんですけども、釣果の方が、なんとアジが14匹。はい。のうち1匹が尺寸止めの29。あと1センチ惜しかったな。日頃の行いです。うるさい。いやでもほんまにすごかった。やっぱ上手やね、ケイジ君。上手れたわ、みんな。ねえ、みんなでよう釣れたわ。いや、フミヤ君も釣ってましたね。4匹ぐらいですか。4か5ぐらい釣って、4か5で、ケージが10ぐらい、え、ないですかね。数足りてへん。誰か一人数足りてへん。しゃあ、そんなやつ。またこの下りやん。もう一生この下りやよ。もう一文字ね、渡って、一文字渡って、はい、淡路の一文字渡って、ライフジャケットつけただけ。泣かないで。もう
ていうことで、はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。でもチャンネル登録よろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。